紹介パンチ青コーナー宮崎ジーパンツ天満天宮崎ジーロパンツパッドオコーナー青コーナー宮崎ジーロパンツ高千穂アキヒサ宮崎ジーロパンツジャンボツイーカー リング上では今夜のセミファイナル今選手が紹介されました。高千穂明久ジャンボ鶴田組対ケンマンテルパッドオコーナー組の45分の3本勝負が行われようとしております。レフリーは春佐々木さんであります。両選手のボディチェックが今行われているところでございます。外人側はケンマンテルパッドオコーナー、日本側は高千穂明久ジャンボ鶴田のコンビであります。放送席解説の方は東京スポーツの山田隆さんのお話でお伝えしてまいります。山田さん、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。このところの鹿児島県地方、日中は22度前後と非常に暖かく、12月に入りましてもあまり寒さを感じさせません。画面の手前がジャンボ鶴田であります。向こう側がパッドオコーナーです。山田さん、面白いタッグマッチになりそうですね。そうですね、外人チームのですねパッドオコーナーとケンマンテル、はい、これはもう今更言うまでもなく、オコーナーは元の NWA の世界ヘビー級チャンピオン、 そうですね、そしてケンマンテルの方が現在の NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオン、はい、もう両方とも大変なテクニシャンである。しかしそれに対する日本組のジャンボ鶴田、これも高千穂組ですね、これもなかなかのスピーディーなテクニシャン、はい、そういう意味で今日は非常に面白いと思います。そうですね、はい、日本側のこの高千穂とジャンボ鶴田も非常に仲のいいコンビですからね、はい、コンビネーションの点ではね、申し分ないんじゃないですか。そうですね。さて注目のジャンボ鶴田が登場してまいりました。相手はパッドオコーナーであります。山田さんのお話にもありましたように、このパッドオコーナーは1959年の NWA の世界ヘビー級チャンピオン、第42代のチャンピオンであります。まあ、この中でですね、鶴田、そして外人組のオコーナーマンテルというのはいずれもアマチュアレスリングの出身、はい、高千穂君だけがですね、そうではないんですが、彼もまたあの少年時代から水泳のエリート選手として大変に慣らした方、ということでもういわゆる根っからのスポーツマンばっかりですね、はい、そうですね、これは面白いですよ。今日は特にその高千穂選手は九州男児宮崎の出身ですから、ね、地元のね、はい、ファンの皆さんも大勢見に来てるでしょうから大いにハッスルしたいところであります。まあ、それはね、なんといってもね、自分の国というのはね、これはもうハッスルしますよね。そうですね、さてリング上に注目しましょう。この両者が世界ジュニアヘビー級のタイトルをかけて争います。画面の左側、ケン・マンテルであります。 NWA の世界ジュニアヘビー級チャンピオン、挑戦者がジャンボ鶴田、若き新星であります。大きく投げ飛ばしました。共に同じようなトランクスをつけました。紺のトランクスです。今はい、手を絡み合って、つまり手4つフィンガーロックと言いますけれどもね、はい、あのままの状態で投げましたね。あれ一種のモンキーフリップなんですが、ケンマンテルのモンキーフリップ非常に速いですね。そうですね、でホイップする時の力が鋭いんで、鶴田君が投げられながら全く倒立するような格好で、これは非常に危険な技ですね。ブリッジの体勢です。ジャンボ鶴田、どういう仕上がりを見せておりましょうか。当日のタイトルマッチはジュニアヘビー級のリミットいっぱい105キロで試合が行われますが、現在ジャンボ鶴田は107キロ、リミットまであと2キロです。外人側はパッドコーナーです。足を取って首固めに行きました。素早い攻撃、パッドコーナーです。リングのキャリアが30年という超ベテラン、しかしファイトを見ておりますと非常に若く感じられます。パッドコーナー、リングの魔術師。
盛んにジャンボがブリッジを使いますね。そうですね、やはりねこれは相手がこういうテクニシャンですから、はい、危ないなと思った時はブリッジワークでディフェンス、つまり逃れる以外に方法がないですね。なるほど。下手にね、妙な方法でディフェンスすると崩されてそのままピンフォールを狙われるという危険性が非常に高いわけです。なるほど。ケンマンテルも先ほどブリッジを崩そうと思って3回ぐらいトライしたですがちょっと諦めましたね。そうですね、はい、外人がまたケンマンテルにタッチが行われました。今の崩し方はうまいですね、低い姿勢の、ね、足取りから入っていわゆる俵投げといいましょうか、真っ返しましたね。肩越しに投げ飛ばしましたね。そうです。そしてすかさずグランドに持っていきました。左の腕を取っております。そこに2パット、またしても左の腕を決めました。ケンマンテルであります。タックルと見せかけて、足取りから肩車で投げるまではアマレスタイルですが、その後が完全にプロレスに入って、はい、腕取りから2バットを当ててますね。そうですね。ああいうふうにね、オーソドックスな技からかなりラフな技への展開の速さ、この辺に非常にうまみがあります、はい、カリフォルニア大学時代はアマチュアレスリングで有名を轟かせました。そのケン・マンテル、1963年、そして64年と2年連続で全米の学生タイトルを取っております。外人側パットコーナーにタッチが行われました。このコーナー選手もアマチュア出身、1948年古い話になりますがロンドンオリンピック出場であります。パットコーナー、このパットコーナーと名弁当を張ったジャンボ鶴田ですけれども、この30年のキャリアのあるパットコーナーから1本見事に取りましたよね。そうですね、人間風車は素晴らしかったですね、これはやはりね、燃えるようなね、はい、ジャンボ鶴田の執念とでも言いましょうかね、あの1本は非常に心理的には大きかったですね。そうですね、これが非常に怖い技です。ケンマンテル、どういう風に逃れますか。膝が背中に当たってるんですね。そうですね、変形首折りとでも言いますか、はい、膝のフォローが非常にいいし、膝は自分の一応安定性を増すためにも効果になってますね、はい、そこに2パットを見舞いました。ケン・マンテルであります。しかしこのマンテルという人ですがね、一緒に食事をする機会があっていろいろ観察をしたんですけれども、非常に普段は物静かなジェントルマンですね、はあはあ、それで読書がなかなか好きでして、ね、もうこのリングの上の凄まじいばかりの、ね、ファイトというのは普段は感じられないですね。なるほどね、なかなかのインテリだそうですね。そうですね、全くお酒の方はたしなまないそうですね、はあはあ、それだけ非常に異国での生活で、健康に気を使っております。世界ジュニアヘビー級チャンピオンのケン・マンテル、外人側は非常に速いタッチです。パットコーナー、十分にこのパットコーナーの素晴らしいハイテクニックをご覧いただきたいと思います。この腕殺しはね、コーナーの得意なんですが、ダブルにとってですよ、ダブルアームホールドにとってでぐるぐる回らたんじゃもうかなわないですね、はい、かなり左の腕を取られました。大きく首投げ、首投げもちょっと違いますね、はい、首投げも見ててもね、体の入れ方が違うんです、全く普通の人とはね、こう角度にして45度ぐらい違うじゃないですかね、はい、マットに落とすときにひとひねり行います。そうです、パットコーナー、素晴らしい攻防を展開するパットコーナーであります。投げる寸前にね、ひとひねりすると、つまり投げられる方はウルトラシーの構えでディフェンスしなきゃならないわけです。ああ、そういうわけですね。これが難しいです、またしても外人側ケン・マンテルにタッチが行われました。ハンマースルーです。うまく立ち上がる、今度は逆に、あっと高千穂にタッチ。さあ九州でのリング上心意気を見せてもらいたい高千穂明久、試合前にちょっと話をしたんですが、ジャンボ鶴田のタイトルマッチが迫っておりますので、ケン・マンテルを相手にですね、相手のテクニックの全てを引き出してやろうと、こういうことを言っておりましたですね。これはね、高千穂も大変なテクニシャンで、スピードがありますからね、うまくペースに乗るとマンテルもそうなってくるかもしれませんね。そうですね、攻勢に出ました。その高千穂明久であります。ケン・マンテルの左の腕を固めました。
ブルーのトランクス、ブルーのリングシューズ、高千穂。39年にプロレス入り、中学校を卒業した年にプロレスに入ったんですね。そうです、もう当時としては大変なヤングボーイでしてね、はい、宮崎県は延岡市の出身、25歳であります。正直言ってね、あんまり大きな体ではありません。がっしりしてますがね。ですからまあ高千穂君なんかもこのマンテルの王座は狙いところで、狙いたいところでしょうね。そうですね、頭にエルボーパッドを見舞いました、剣マンテル。しかし高千穂アキスタの方もすかさず左の腕を取っております。左の腕を殺しにかかりました。高千穂アキスタ、次の展開何を考えておりますか。力でロープに押し付けました。レフリーは春佐々木、ジャンボ鶴田がエプロンの真ん中まで来ました。今度はパンチ攻撃であります。もう一発エルボーを見舞いました。しかしね、今のあのパンチのように見えますけどね、やっぱりあのエルボー打ちですね。そうですか、ははあのつまりね、なんて言いましょうか、肘ではなくてこの腕全体を使ってのバットですね。なるほど、胸を打ってますから、そうしますと反則ではないわけですね、はい、反則ではないですね、ロープのリバウンド、うまくキックを合わせました。ケンマンテル、この辺り非常にうまいところであります。エルボードロップだ、思い切って打ちました。ケンマンテルのエルボードロップ、そのまま抑え込みに行く。カウント、カウントは1です。うまく跳ねのけました高千穂。今度は後ろから羽交い締め、喉元に右の手がかかっております。フェイスロックか。ケンマンテルのエルボードロップですがね、はい、落とすまでのスピードが非常に速い、あの下手なモーションつけないですからね。あ、なるほどね、はい、いわゆるボクサーがそのまま構えたまんまストレートを出すような感じですね、なるほど、そういうことですね。外陣側パッドコーナーに変わりました。外国陣営でありますコーナーに捕まりました。ガチョ思い切ってパンチを打ちます。定評のあるパッドコーナーの鋭いパンチ攻撃、顔面にヒット、ナックルが当たりました。やや動きの止まりました高千穂。早いタッチ、今度はケンマンテル登場。グラグラ来てますね、あのパンチはすごいんです。それから山田さん、パットコーナーが自軍の選手にタッチをするときには完全に相手のダメージを止めてから必ず渡しますね。そうです、そのうまさがありますね。あのね、タッグマッチではね、はい、自分がやられたときに仲間に助けを求めてはいけないんです。これは必ず相手をですね、自分のコーナーに引っ込んでダメージを与えておいてからタッチする、これが鉄則ですね。強烈なキックを浴びせます。外陣コーナーに持ってきました。エプロンからまたパンチ攻撃であります。パットコーナー高千穂が捕まりました。なんとしてもこの辺りジャンボ鶴田にタッチを行いたい。よし、届きました。ジャンボ鶴田にタッチが行われました日本陣営。さあパットコーナーとの一戦であります。前回はこのパットコーナーを人間風車ダブルアームスープレックスに仕留めております。エルボー落とした、喉元へ、ホールに行きたい、まだホールに行かない。今度はストンピング、ケンマントリにもパンチを見舞いました。お、今の作戦は前ですね。いいですね、燃えております。ジャンボ鶴田非常にいいコンディション、ウェイトコントロールもまずまずといった状態のジャンボ鶴田であります。しかしあの鶴田君のエルボードロップもなかなか早かったですね。迫力ありますね、さあケンマンテルと対角線上に向かい合います。がっぷり四つに食いました。上背の方ではどうでしょう。いや、これは鶴田君の方が大きいですね、あっと相手がパンチを打ちますとパンチで返します。ジャンボ鶴田エルボースマッシュ、喉元へ。さあ動きは止まった、チャンスです。ジャンボ鶴田チャンスを迎えました。ホールに行った、どうだろう、カウント1、カウント1です。まあこのエルボースマッシュはね、まあ、師匠のドリーファンクジュニア譲りなんですよね。そうですね、だん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 良くなってきてますね。はい、ケンマントルはパンチで返します。今度はジャンボが捕まりました。髪の毛を持って思い切って頭にパンチを見舞いました。ブレンバスターの体勢だ、あ、ブレンバスターの体勢どうでしょう。対空時間が長い、そのまま落とした、これはダメージの大きい、そのまま覆いかぶさる。カウントは3、ケンマントル1本先勝しました。素晴らしいブレンバスターですね、ちょっとね油断しましたね、しかもねあれだけ対空時間が長くて高々と完璧に打ちつけた感じでしたね。そうですね、あの体勢からよく持っていけますね、相当ね無理だとは思ったんですが、やはり
力から見てもかなり強引なものを持ってますね、はい、いざチャンスだと思ったらもう全身全力を持ってぶつかってくるということがここではっきり表明されたですね。そうですね、ケン・マンテルがブレンバスターによりまして1本ジャンボ鶴田を仕留めました。1本目はどうやら外人側が取ったようです。45分の3本勝負、今みたいなブレンバスターを打たれますとどうでしょうね。そうですね、今のブレンバスターね、まあ、最終的には油断がたたったんですが、はい、その前にあの不用意にパンチを浴びたのがいかんですね。ああなるほどね、あれでね相当ね足元がぐなついていた、それが結局あの技を食う羽目に陥った原因でしょうね、はい、それから山田さんがご指摘なさいましたパンチを打つように見せかけてエルボーを見舞いますね、あれも気をつけなきゃいけませんね。そうです、これはもうパンチじゃなくて完全にね一種のエルボー打ちですね。なるほどね、腕全体でもって背中にダメージを与えてるわけですね、はい、2本目が開始されました。日本陣営ぜひともこの2本目は取らないといけません。45分の3本勝負、ボディへパンチを見舞います。足を取りました。さあそのままポールに行きました。肩がついております。力で持ちこたえる、またしてもローリングしました。よし、力で持ちこたえました。いやこの技もね危ないんですよね、不用意にやられるとね後頭部打ちますからね、はい、2人がかりの攻め、外人側です。エルボードラップ、今度はヘッドロックの体勢です。さあジャンボいいところを見せたいところ、しかしかなり打たれています。ショルダーアタック、両者がリングの中央大の字であります。激しくぶつかり合いました。ジャンボ鶴田、ケン・マンテル早く起き上がりたい。ジャンボ鶴田、ケン・マンテルも上半身を起こしました。しかしまだ頭がふらついております。頭がふらついている、両者立ち上がるか。ケン・マンテルが先に立ち上がった、捕まえに行きます。ジャンボを捕まえに行きます。またしてもブレンバスターの体勢、ロープが近い、どうでしょう、踏みとどまるか。もう一発いった、どうだ、今度は反対に逆に返すか。ブレンバスターです、ブレンバスター、どうだ、決まったか。抑え込みに行きたい、抑え込みに行きたい、頭をマットに打っております。しかしまだフォールに行きません。スープレックスの体勢、ジャンボの見せ所行った、ダブルアームスープレックス、人間風車、抑え込む、抑え込む、決まった。1対1のタイスコア、ケン・マンテルを仕留めました。雪辱、ジャンボ鶴田、人間風車によりましてケン・マンテルに雪辱いたしました。1本目はケン・マンテルがブレンバスターによりましてジャンボ鶴田を破り、2本目はジャンボ鶴田が今度は反対に人間風車によりましてケン・マンテルから1本を取りました。両者の対決であります。ケン・マンテルが逃げました。外人コーナー、パットコーナーにつなぎました。やはり、ね、今逃げたのは自分でダメージの深さというものを知ってますね、はい、ですからここで休憩を思い切って取って、それで備えようということです。なるほど、これはやはりね戦いですからね、はい、もう本当に恥だとかなんとか言ってられないよ、勝つためにはですねやはり方法手段を選ばずにやろうと、はい、いうことでしょうね。それはもうタッグマッチですからね。そうです、タッチワークの妙味とでも言いましょうかね、はい、パットコーナーです。ジャンボ鶴田を捕まえました。得意中の得意、股裂きであります。普通の股裂きではありません。上半身に力を込めまして両腕に力を込めましてジャンボ鶴田の右の足首をひねります。素晴らしい股裂き攻撃、パットコーナー、リングの魔術師、ケン・マンテルにタッチが行われました。足首が完全にねじれてますからね、これは効きますね、はい、ひねり技です。足を殺しに行きましたケン・マンテル。やはりジャンボ鶴田の武器というのは足ですからね。そうです、そうです、このね足を痛められますとね鶴田君の動きがピタッと止まってしまう恐れがあるわけですよ、はい、それが一番怖いですね。そうですね、鶴田君の場合動きというのは攻撃の場合もディフェンスの場合も必要になってくるわけですから、はい、レッグブリーカーに行きますケン・マンテル。今度はパットコーナーでやります。スピンさせました。おっと軽く起き上がります。ちょっと動きの止まりましたジャンボ鶴田。3本目、手を回転させて左の足、今のね、足取りなんかでも最初にねいきなり足取りに行かずにね、はい、フェイントモーションで入って相手を幻惑させておいてからスッと自分の足取りに入ってますね。なるほど、これは非常にねおコーナーがそのリングの魔術師と言われるゆえんですよね、この辺りが。そうですね、はい、しかしジャンボ鶴田もこのパットコーナーと対戦して
しかも控え室では常にこのパットコーナーについていろいろ習っておりますから、だいぶ今後の技が豊富になってくるでしょう。うまく回転して右の足を捉えました。今ね早かったですね。そうですね、バックに回ってですね、この形ですね、この形でも完全にあの片っぽの足をあの折り曲げてるわけですね、ロックしておいて、でさらに、上半身への攻撃、腕取り、腕絡みですね。背中に馬乗りであります、パットコーナー。しかしこのパットコーナーはジャンボ鶴田は非常に会うたびに成長していると言っております。技の進歩は非常に早いけれども、どうしてもトップレスラーになるならばアメリカのサーキットにもう一度放り出して、アメリカのトップレスラーの強い選手ともう一度試合をさせてみたらどうかということを言っております。パットコーナーです。いやそれは全くその通りですね。そうでしょうね。いわゆるねプロレスラーの場合ですね、ただ単にスピードがあるとか強いとかということだけではダメなんですね、はい、これはもうやはり本場のですね一流の選手と本場へ行ってもう武者修行をやってどんどん戦ってキャリアをつけると。なるほど、それが一番必要なことですね、はい、それからリング上で対決しているケン・マンテルとの世界ジュニアヘビー級タイトルマッチですけれども、ケン・マンテルはチャンピオンベルトの価値を十分に知っている。しかもマンテルはチャンピオンベルトの重みを知っているので、どちらが勝つかはやってみなくてはわからないということを言っておりました。大先輩のパットコーナーであります。ケン・マンテルとジャンボ鶴田の対戦になりました。この45分の3本勝負、山田さん、圧倒的にジャンボ鶴田の出番が多いですね。そうですね、やはりあのその辺はね、パートナーの中条君が意識して、はい、鶴田にチャンスをやろうということでやってるんじゃないでしょうか。そうでしょうね。刻々と世界ジュニアヘビー級タイトルマッチが近づいております。ジャンボ鶴田現在のウェイトは107キロ、リミットまではあと2キロです。高千穂につなぎました。パットコーナー高千穂戦、右の足をどうしても離しません。パットコーナーです。この強靭なバレ、高千穂も曲げておりません。足で返す、もう一発キックを見舞います。まだ離しません。この執念、この執念、パットコーナーやっと離した。あー、しかしまた足を取りに行った。すさまじい執念です。かなり蹴られてますけどね、山田さん。しかしすごいですね。すごいですね。やはりね、これが本当のプロの根性ですね。はい、ね、30年近いリングキャリア。しかしね、この人は本当にね、 NWA の世界ヘビー級チャンピオン、立派だった人ですがね。そうですか。その立派さをですね、今もなおリングの上ではっきり見せてくれますね。そうです ね、 さすがは NWA の世界ヘビー級チャンピオンを張っただけのことありますね。数々とその片鱗を見せてくれました。パットコーナー、世界最強のチャンピオン、 NWA の世界ヘビー級チャンピオン第42代です。さあケン・マンテルにタッチが行われました。ずっとこのシリーズを見てきて、山田さん、ケン・マンテルのウィークポイントは何か見出しましたか。そうですね、はっきり言ってね、なかなか難しいですね、うん、あのこの点はね、本体のジャイアント馬場選手にも聞いたんですがね、どこといってウィークポイントはやはり見当たらない、ということを言ってましたね。なるほど、ただね、強いて言うならばやはり頭でしょうね、ですからやはりブレンバスター、あるいはあのスープレックス、いったような頭への攻撃、これがやはり効果があるんじゃないかと、はい、これはあの頭および首というのはなかなか鍛えることは難しいですからね。そうですね、すでにそのケン・マンテル、守る方のケン・マンテルはウエイトが102キロ、リミットを割っております。体調も非常にいいということを言っておりました。さあ世界ジュニアヘビー級タイトルを争うジャンボ鶴田とケン・マンテルの一戦になりました。45分の3本勝負、ジャンボジャンピング、素晴らしいジャンプ力、もう一発見せるか、巻き上げ一戦、抑えに行くか、まだ抑えに行かない、腰を下から打ちました。ヘッドロックの体勢、高千穂につなぎます。大きな腰投げ、ケン・マンテルです。高千穂のヘッドロック、ジャンボ鶴田ですね、山田さん、ケン・マンテルに勝つためのポイントとして速い回転の連続技を見せれば勝てるかもしれないと言ってました ね、 そうですね、先ほど2本目に見せましたね、あの速い回転はジャンボ鶴田有利ですね。回転エビ固めの体勢、ローリングクラッチホールド、どうだ、決まった、一瞬にして決まりました。パットコーナーです。
日本側敗れました。ローリングクラッチホールド回転エビ固め、パットコーナー3本目の勝負、素晴らしい速い技で勝負をつけました。パットコーナーです。完璧です ね、そうですね。もう本当に文句のつけようがない、もういわゆる名人芸と、はい、でも言うしかないでしょうね。さあ山田さん、今日の試合を見てジャンボ鶴田の出来具合どういうふうに予想されます？いや非常にねスピードもあるし、減量の心配もう不安ですね。体力的な不安というのは全くないですね、はい、もうあとはね最後の詰めで減量に成功してものすごくいい体調で臨んでもらいたいと、はい、そういうことだけですね。そうですね、世界ジュニアヘビー級タイトルマッチリミットは